ヘンリー・ローリー・ビショップヘンリー・ローリー・ビショップはイングランドの作曲家で舞台音楽の専門家。一般に現在ではほとんど忘れられているが日本では昭和、羽生の宿の作曲者として過労て記憶されている。1786年ロンドンで生まれる。フランチェスコ・ビアンキーニから音楽教育を受け、1804年にアンジェリーナと題された商品を作曲。 次に手がけたバレエ音楽、タマルラントバヤジットは1806年に王立劇場で上演された。これが成功したため、さらに数作のバレエ音楽を手がけた。1809年の最初の歌劇、チュルケスの花嫁は、ドルーリーレーン劇場で上演されたが、不幸なことに上演直後に劇場が火災に見舞われ、建物と一緒に楽譜も炎によって失われた。 次回作は1810年に公開堂のために作曲された重要な歌劇、変質鏡で、これによって名声を博し、その後3年間にわたってコベントガーデン王立歌劇場の専属作曲家に着任することができた。その在任中に数々のオペラやカンタータ、シェイクスピア劇の不随音楽を作曲したが、現在ではほとんどが忘れられている。最も成功したのは、 太陽の乙女、粉引と、主、ガイ・マネリングと、奴隷、女中・マリアンと、一族、ミラノの乙女である。ちなみに本で有名な、羽生の宿の原曲、ホーム、スウィートホームは、ミラノの乙女の導入部のアリアである。1825年に、ビショップは、ロバート・ウィリアム・エリストンに説得されて、コベントガーデン歌劇場から、ライバルのドルーリー・レーン劇場に復帰し、 後者のために非常に慎重に歌劇、アラジンを作曲し、ウェーバーのオーベロンを打ちまかさんとした。結果は惨敗であり、アラジンによってビショップはオペラ作曲家としての生命を失った。1813年にロンドンフィルハーモニック協会が結成され、ビショップは総裁の一人に選ばれると指揮者に転向した。1830年にはボクソールの音楽監督に任命され、 その人気中に人気の歌曲、我が愛しの j ンを作曲した。宗教的カンタータ第7日はフィルハーモニック教会のために作曲され、1833年に上演された。1839年にオックスフォード大学から音楽学で学位を授与される。1841年にはエディンバラ大学の教授に任命されたが、1843年に辞職した。 1842年に音楽家として初めてナイトに叙勲される。1848年にクロッチ博士の公認教授としてオックスフォード大学に着任。第14代ダービー伯爵エドワード・スミス・スタンリーが総長に就任した際の歓迎式典ウォードがビショップの絶筆となった。1855年、緊急のうちに他界した。現在ではビショップの名は 合唱作家や商品作家としてのイメージと結びついている。ビショップの戦立は明晰で流麗で、的確で、そしてしばしば魅力的であるとみなされている。活性法は純粋かつ素朴で、完備であるとみなされている。ビショップは二度結婚している。ビショップ自身も性格に心得があったが、前婦人ミスリオンも、再婚相手のアンヌ・リビエールも共に、オペラ歌手であった。 アンヌは後にビショップを捨て、ニコラシャルルボクサと駆け落ちした。ありがとうございます。